週だったのかなというのをちょっと細かく説明していきたいなと思います。9月2日から、路上靴磨きして、1ヶ月半経って日本一周靴磨きの武者修行に出るぞって立ったんですよね。僕出身大阪なんですけど、最初北海道まで飛びました。その時に、まあ、今井戸原ちゃんとか、大輝さんとかに会ったっていう感じなんですよね。さあ、武者修行って言ってるんでどこにも捨てないんで、とりあえずもう路上に立つしかないですよね。皆さん、あの北海道長いと思うんで大体予想できると思うんですけど、10月16日もう半ばの夜って普通に寒いですよね。気温5度とかですよ。でみんなもうこっちの札幌行く時期でみんなこんなんやってるんですよ。なんかやってるわみたいな。誰もおらへん路上でこんなんやってる。もう手とか僕こう持ってるけどかじかんでも持てるんですよ。誰が止まんねんっていう話ですよね。で僕その時にまあ、頭はそんなに良くないんですけど、もう感づきましたよ。これは何時間経ってても意味ないなって。で、まあ、北海道だけじゃなくてどん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 寒くなっていくんで、このままやったら俺日本一周ただの観光で終わってまおうわって思ったんですよね。で靴磨きって言ってるんでどうしようと思って、とにかく人に会わないといけないなって思ったんですよね。なんか人が集まるイベントとかやってないかなって携帯で調べるようになったんです。そこで、まあ勉強会だとか英会話コミュニティだとか、何かの説明会とかもうアポなしで参加するようになったんですよね。でそこで自己紹介するんですよ。今靴磨きをしながら日本一周しておりますと、靴だけじゃなくて心も磨きにここに来ましたって熱く語るんですよね。で仲良くなってそのセミナーの後とかに靴磨きをさせてもらったりとか、そこで出会った方がたまたま金融機関のマネージャーさんで、ちょっとうちのオフィス来て磨いてよって言って磨かしてもらったりとか、ホテルのオーナーさんとかも紹介してもらって、旅人ですけどホテルの一角貸してもらってここで靴磨きしたりとか、まあヒッチハイクで移動してたんですけど、ヒッチハイクで乗せていただいた人の家そのまま泊まって靴磨いたりとか、いろんなことをやりましたね。でこのおかげでもう最初は路上でやっててどうなるんかなって思ったんですけど、255足磨くことができました。まあ、47都道府県全部行けなかったんですけど、もう横断ですね。北海道から沖縄まで行っていく感じですね。ちなみにヒッチハイクは35台乗りました。総移動距離3370キロですね。3370キロって想像できますか？結構きついですよね。どれくらいかって言ったら、こっから函館駅までが310キロくらい。だから5往復。5往復間、知らん人の車に乗るっていう感じですよ。で、移動中皆さん何してますか？僕とかやったら、YouTuber なんで、YouTube の編集したりとか、まあ今やったら SNS 見てみんな何してんねんやろ。移動中僕結構仮眠取ることとか多いんですよ。で読書好きの人とかも多いと思うんで、移動中本読む人とかも多いかもしれないですよね。もうプロヒッチハイカー目線で言うと、移動中そんなことやったらもう降ろされますよ。だからどうしたらいい、この乗せてもらった人はどうしたらいいってなったら、もう喋るしかないんですよ。まあ移動中話すしかないんですよ。ちょっとでもこのシーンってなる空気が漂ったら降ろされるんじゃないかなとか、ちょっとでもおもんない話したらもうここで降りてって言われるんちゃうかなって、ちょっとドキドキしながらちょっと話を盛り上げて、まあその人の話を聞いたりとか、僕昔 M1 出てたんですよとか、そういう話をしたりとか、今度世界一周行くんですよって、話してました。で、この数字見たら、まあ、客観的にすごい学べることが多いんです。まあ、こういう総称こういうことを学んできたんだろうなと思うんですよ。靴磨きの技術上がったんだろうなとか、ヒッチハイクやるからマインド的なところすごい強くなったんだろうなとか、コミュニケーション能力上がったんだろうなとか、動画の編集能力上がったんだろうなとか、いろいろあるんですけど、ちょっと飛ばします。一番はこのコンファートゾーンをぶち破る旅だったかなと思います。例えば北海道行った時に大輝さんとか原さんとか出会って、最初は知らない人ばっかりなんですけど、こうやって新しい出会いがあるたびにずっともうここにいたくなるんですよね。
じゃあまた大輝さん紹介するよ、この人紹介して靴磨かせてもらえるよ、あ、じゃあまたご飯行こうとか言ってくれて、もう次の県行くのが怖くなるんですよね。まあ僕はあの青森までフェリーで行こうと思ったんですけど、札幌から函館まで移動するんですよ。函館一人も知り合いないんですよ。でも俺はヒッチハイクで移動するって言って函館行ったら、まだそこでヒッチハイク乗せてもらった人と仲良くなって、一緒にご飯連れて行ってもらったりとか、泊まってっていいよとか言ってもらったりしたら、つい函館から出たくなくなるんですよね。でもそこをあのぶち破って、心地いい環境をぶち破って、次は青森県を目指すんですよね。じゃあまた青森県であの親切にされるんですよね。ここの場所使ってええでとか、夜一緒にご飯行こうとか、温泉連れて行ってもらったりして、次青森県から出たくなくなるんですけど、そうやって心地いい環境ができて、ぶち破ってまた新しいところ行って、新しい県でまた出会いがあって、自分が成長して、もうまたここにいたいって思うけど次の県に行くっていう、本当にコンファートゾーンをぶち破る連続の、日本一周だったなと思います。だからこそ、こんな素敵な方に出会えたんじゃないかなと、思っております。まあ最近ちょっと計算は、偶然は計算できないと、ちょっと出てちょっと僕テンパってしまったんですけど何が言いたかったかっていうと、人間って頭良すぎるんですよ、結論。だからすぐ計算するんですよ。例えば靴磨きで日本一周するって言った時に、え、そんなんできるんって、靴とか磨かしてもらえるんとか、路上とか今度寒なんで雨降ったらどうするんとか、今時そんなんおらへんって言われるんですよ。でも計算したらそうなんですよ。やってる人おらへんし、そんなやっても自分行くかって言ったら多分行かないと思うんですよ。でも、やってみたらイベントとか参加して、まあ、こういう新しい出会いとかがあって、その人がまた次の人、紹介してもらって、靴磨かしてもらって、ご飯も連れて行ってもらって、ヒッチハイクとかもやって、素敵な出会いがあって、それって計算してたかって言ったら僕一回も計算してないんですよね。で、何があったかって言ったら全部偶然の出会いだったんですよ。やっぱり人間って頭良すぎるから計算するけど、結局偶然っていうのは計算できひんなっていうのが、僕が日本一周中に改めて、思ったところですね。今皆さんの中で何かやりたいと思って、あ、でもこんなの稼がれへんしなとか、多分いや親なんて言うかなとか、いろいろあると思うんですけど、多分計算しても意味ないと思います。やってみたら偶然っていうのも絶対引っかかるんで、いい方にいい方に、僕は進んでいくんじゃないかなと思います。で、コンファートゾーン、ぶち破るっていう話をしてたんですけど、コンファートゾーンって僕はわざわざ旅をしなくても日常にあるんじゃないかなって思うんですよね。例えば北海道とか朝きついですよね。朝昼まで寝てたいって休みの日思うと思うんですけど、そこの心地いい状況をぶち破って、今日はちょっと早起きしてみようかなとか、筋トレとか分かりやすくないですか、筋トレでもうしんどいやめたいって思ってるけど、もう一回やるかなって、この心地の良くないところからもう一回やってみようかなとか、例えば資格試験の勉強してるときにもう眠たいけどもう1ページだけやろうかなとか、もう1問やろうかな。でもそのコンファートゾーンのその先に、あの成長とか素晴らしい出会いがあるんじゃないかなって、僕は日本一周旅をして、思いました。